こんにちは、夢クッキングスクールの梅田です。皮がパリッとして中がジューシーなフライドチキンを作っていきましょう。鶏肉は骨に沿って切り目を入れて軽く開くようにしておくと火の通りがとても良くなります。バッター液とシーズニングパウダーを交互に、そしてしっかりとつけておきましょう。フライパンに3分の1程度の油を入れ、170度に温度設定しておきます。先ほどの鶏肉をフライパン全体に並べるようにして加え、フライパンを軽く前後に揺するようにして揚げてやると揚げムラのない綺麗な仕上がりになります。 IH クッキングヒーターはトッププレートがフラットで炎もないので安心です。何度かひっくり返しながら綺麗な揚げ色がついてくれば出来上がりです。綺麗な揚げ色がつくまでじっくりと揚げていきましょう。